白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はテルモですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、予想結果としては割高ということで、まあ、4237円が3984円というふうに予想したいと思います。はい、以後予想の理由をファンダメンタルズ基礎的指標の点から説明いたします。なお時間を味方につけながら複利で資産を10倍以上に増やしていく長期保有が前提の投資なので、まあ、10年後をも見据えた長期予想になります。はい、ではまずですね、テルモとはどのような企業なのかということで、はい、テルモですね、医療機器大手カテーテルなど心臓血管分野に強み、医薬品類も米国中国などで生産拡大ということで、まあ、心臓血管が売上の 54%、 ホスピタルが売上の 29%、 血液システムが 18% で、国内海外でいうと、まあ、海外が売上の 67% になっています。はい、でまあ、テルモは1921年創業ということで、まあ、100周年ということになるということですね。はい、で発起人は北里柴三郎博士ということで、まあ、日本の社会の教科書には必ず登場される博士ということになりますけれども、日本の細菌学の父、ペスト菌の発見、そして破傷風の治療法の開発ですよね。まあ、日本の医学の発展に大きく貢献された博士がですね、まあ、テルモの発起人になっているということです。はい、で最初はですね、体温計の国産から始まりましたということで、まあ、1921年といえば日本は大正時代ということですよね。まあ、世界情勢からすると、まあ、1918年に第一次世界大戦が終わって、まあ、その戦後という頃になるわけですよね。まあ、当時日本にヨーロッパ、アメリカなど、まあ、世界からですね、体温計の輸入というのが、まあ、止まったことに関して、まあ、じゃあだったら日本で作ろうということで、まあテルモが始まっているということです。はい、でまあ、ただ100年経ってますので、実際ですね、まあ、主力製品が大きく変わっていますということで、まあ、もちろんテルモはね、今でも体温計は商品として供給はしてるんですけれども、まあ、売上としてはもう 1% 以下ということで、まあ、100年後の今はですね、まあ、現在の主力製品はアクセスデバイスというカテゴリーになるということですよね。アクセスデバイスっていうのは何か一つの医療機器のことを言うのではなく、複数の、まあ、機器をですね、まあ、分類分けした時に、まあ、アクセスデバイスと呼ばれる、まあ、分類のですね、医療機器を、まあ、今は主力としているということです。はい、アクセスデバイスですね、まあ、手首や足の付け根の血管を入り口にカテーテルを挿入し、病変部までの道筋を作るためのデバイスということで、まあ、ちょっとこれに関してはもう少し、学びを深めたいと思います。アクセスデバイスとは、まあ、どのような時に使われる医療用機器なのかということで、まあ、例えば動脈がですね、まあ、コレステロールなどで、まあ、狭くなった時ですよね。なので、まあ、動脈ですよね、まあ、例えば心臓に酸素を送る動脈とかがだん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 こうね、狭くなっていってしまうと、まあ、心臓にですね、十分な酸素っていうのが、まあ、いかなくなってしまいますよね。だから広かった動脈が、まあ、コレステロールなどがまあねちょっとこう血管にへばりついていて、まあ、狭くなっているといった時などに、まあね、使われる医療機器ですということです。はい、でまあ、コレステロールなどで、まあ、動脈が狭くなってしまった場合、まあ、一番最悪の場合は心筋梗塞などにつながってしまうということで、まあ、心筋梗塞って一言で言えば、まあ、心臓の筋肉がまあ、ね、死んでしまうという病気ですよね。だからまあ心臓っていうのが、まあ、結局、一つの体の中心部分にあって、まあ、それがポンプ、という形で、全身に血液をずっとこう送り続けてくれてるわけですよね。当然ポンプなので、まあ、心臓は筋肉があって、その筋肉が全身にこう血液をどん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 こう送ってくれてるわけですけど、まあ、その心臓の筋肉が、まあ、結局死んでしまう、っていう病気ですよね。まあ、これが心筋梗塞ということになるわけです。で、まあ、心筋梗塞
梗塞になると当然心臓から十分な血液っていうのが全身に送られないので、まあ、最悪死に至ってしまうということですよね。だからまあ間接的な心筋梗塞の原因ですよね、まあ、一歩手前っていうのが動脈が狭くなっている状態ということです。で、まあ、心筋梗塞っていうのは日本人の死因で言えば2位ということですよね。がん心筋梗塞ということ で世界で見た場合は1位であるということですよね。で、全世界っていう形で見ると心筋梗塞で亡くなっている方が、まあ、残念ながら一番多いという状態です。はい。で、まあ、動脈が狭くなっていた場合は、まあ、昔ですよね、それこそこうカテーテルっていう治療がなかった頃っていうのは、まあ、胸を開いてもうね実際その動脈の詰まりっていうのを手術でまあね、なんとかするという、まあ、手術一択だったわけですけれども、まあ、今は手術またはカテーテル治療ということで、まあね、選択肢が一つ増えているということですよね。まあ、しかも手術ってなると、まあ、患者さんの大事な、ね、体に傷がつくわけなので、まあ、命の危険性っていうのも手術中の命の危険性っていうのも当然高いですよね。まあ、それに対してカテーテル治療っていうのは、まあ、簡単に言えばその体に、ね、細い管を入れてやる治療なので、まあ、手術に比べれば圧倒的に患者さんの体にかける負担っていうのが小さいということですよね。まあ、それだけ医学っていうか医療技術っていうのが進歩してきているということですよね。はい。で、まあ、血管内から動脈を広げるということで、まあ、例えば手首なら手首に最初こう細いワイヤーを入れて、そしてそのワイヤーが道筋を作った後にカテーテルっていう管を入れて、でその狭くなっている部分まで行ったら、カテーテルが狭くなっている部分まで行ったら、そこでカテーテルからこうバルーンって呼ばれているものでこう、まあ、まさに風船のようにぐーっと膨らまして、そしてそのカテーテル経由でステントと呼ばれる、まあ、金属で、その広がったところをこう広がった状態で固定するという、まあ、そういったやり方がカテーテル治療ということですよね。はい。なので、まあ、文字で言うならばアクセスデバイスですね。まあ、今回、テルモが世界1位、っていうのが、まあ、このアクセスデバイスです。一言で言うとそのカテーテルを入れる前のこう、先導役ですよね。まず先にこう体の血管の中を入っていく、その細いワイヤーなどのことを、まあ、アクセスデバイスというふうに言っていて、まあ、これを最初血管内に入れますと。で次に、そのアクセスデバイスがこう道筋を作ってくれている後に、まあ、こうカテーテルですね、細い管っていうのを血管内に入れていくということです。で狭くなっている動脈部分をバルーンで広げて、で広げた部分をステント、ね、金属で固定して、まあ、広げた状態を維持させるというやり方ですね。まあ、これがカテーテル治療ということです。なので実際はその狭くなった動脈を広げたいっていう治療なんですよね。その時に使われる部品っていうのがアクセスデバイスでありカテーテルであるということです。で、まあ、メインがやっぱカテーテルっていうのを管っていう形で血管内に入れて、そしてそのカテーテル経由でバルーンで広げてステントで固定するっていう形なので、まあ、はっきり言ったらメインの医療機器はカテーテルなんですよね。でアクセスデバイスっていうのはそのカテーテルを、まあ血管内に入れる前の先導薬っていう形で使う医療機器であるということです。でカテーテル市場自体は年 6.4% で全世界で見ると成長していく見込み予想ということです。はい。カテーテル市場規模は2020年に452億6000万米ドルですから、単純に1ドル100円で計算すると 4.5 兆円市場ということですよね。カテーテルっていう一つの市場だけで、まあ、全世界で見ると 4.5 兆円の市場があるということですよね。で2021年から2028年にかけて年平均成長率 6.4% で拡大すると予測されていますということですね。はい。で、まあ、カテーテル市場というのは、全世界で見ると4強で、まあ、シェア8割を取っているということで、はい。カテーテル市場は、全部これ、アメリカの企業ですね。ボストン、サイエンティフィック、それからジョンソン&ジョンソン、メドトリック、そしてアボット・ラボタラトリーズですね、の
アメリカ大手企業が圧倒的に強く、合わせて市場シェア 80% を占めていますということで、まあ、カテーテル市場は自体は大きいんですよね、まあ、4.5兆円、1ドル100円で計算したとしても4.5兆円市場で、なおかつこれからの7年で毎年 6.4% ずつ拡大するというふうにまあ予測はされていると。ただし、まあ、シェア自体は、アメリカの、4社がもう8割を占めているということで、まあ、テルマはカテーテルっていう広いところで見たならば、まあ、世界5位のシェアだとということですよね。テルマは業界リーダー4社に対して後発で、まあ、心臓領域に特化しましたと。で、同領域において市場シェア5位ということですね。はい。なので、まあ、カテーテルっていう、こう細い管挿入前のアクセスデバイスで、まあ、世界1位っていうのが、まあ、テルモっていう企業だということですよね。はい。で、まあ、医療機器全体ですよね。まあ、医療機器全体で見た場合は世界18位ということになります。まあ、ちょっと、整理すると、医療機器全体では世界18位。で、カテーテルでは世界5位。で、アクセスデバイスで世界1位という、状態になっているということですね。はい。で、まあ、日本という国全体で見た場合、医療機器っていうのは輸出よりも輸入の方が上回ってますということですよね。だから日本で医療機器作ってますと。なんで、で、作ってる医療機器を、まあ、世界に輸出している金額っていうのが、まあ、例えば6190億だったとしたら、逆に全世界、それこそアメリカとかヨーロッパから輸入している医療機器っていうのが1兆6492億ということで、まあ、マイナス1兆円ですよね、まあ、輸入超過の状態になっているということですよね。はい。なので、まあ、日本っていう国全体で見たときに、この医療機器分野っていうのは、まあ、国際競争力っていうのが課題になるということで、まあ、この治療機器ですよね、放射線治療装置とか血管ステントとか人工関節とか、こういったものっていうのは、まあ、はっきり言って日本はほとんどシェアを取ることができてないという状態です。まあ、これ日本全体の課題としてもあるということですね。はい。で、ここまでを前提にテルモの株価予想の理由説明に入りたいと思います。で、まずテルモ PER は割高ということで、まあ、38倍ですよね。まあ、PER の場合は、まあ、一つの目安としては 16.6 倍というのが、まあ、目安というふうに、まあ、認識していますので、まあ、その面では単純に割高ということが言えると思います。で、高い PER の企業っていうのは、配当利回りが高い企業でない限り、高くで買ってもっと高くで売るっていう、まあ、実質一択ということになるわけですよね。はい。で、まあ、配当利回りは 0.93% ということで、もし売却益がなくて配当だけで投資金額を回収しようということになると、もうこれ107年かかるということなので、まあ、子供たち孫たちにテルモ株を、まあ、相続するということであれば、まあ、全然大丈夫ですけれども、そうでないのであれば、やっぱり売却っていうのをどっかで考えて、投資資金っていうのをまあ回収する必要が出てくるということですよね。はい。よってテルモ株式への投資を検討するとしたら、やっぱり売却益っていうのを考える必要があるということで、まあ、高い PER ですよね、プライスアーニングレーションですよね、要するに当期純利益に対して何倍の株価がついているかということに関して言えば、やっぱ高くで買ってもっと高くで売るという考え方になるということです。であれば、テルモは今後も成長し続けると、今まではどうだったかっていうのはともかくとして、今後も成長し続けるだろうという株式市場からの期待を集め続けることが全てということですよね。高い PER のままずっと毎年売り上げとか営業利益とかが伸び続けていると、ずっと高い PER のままですね、株価が上がっていくということですよね。はい。では、テルモは今後も成長し続ける企業なのかということで、まあ、今までの過去で見た場合は売上が年 3.5% で成長してきていますということですね。で、ROE、投資家が重視している指標の一つですけれども、リターンオンエクイティですよね。自己資本に対して何パーセントの当期純利益を出していますかという、まあ、要するにこう自分たちの資金をどれぐらいこう上手に使っているかという資金効率の指標ですが、これは 9% というふうになっています。
ります。でテルモの場合、今の ROE ですよね、まあ、リターンオンイクイティ、資金効率を維持しながら売上の成長が今後も同じ 3.5% で続くかが、まあ、見通せないと。でなんで見通せないのかっていうと、カテーテル市場そのものは成長していくと、まあ、これはもうほぼ確実であるということですよね、まあ、例えば心筋梗塞って、日本では、死因の2番目で、全世界で見たら1番目であるということですよね。でなので、まあ予測としては年6% 以上、市場そのものはどんどん大きくなっていくという予測が出ているということで、まあ、カテーテル市場そのものは成長していくものの、まあ、テルモは市場5位だということですよね。でもう少しこう狭いところで見たアクセスデバイスでは世界1位っていうことなんですけど、まあ、今まで以上の規模ですよねに成長し続けるには、まあ、ちょっと強みがニッチだからということです。これがカテーテルで例えば市場3位で、まあ、今後2位1位っていうのが目指せるということであれば、まあ、市場規模が 4.5 兆円とかすごく大きい、市場なので、だから今後ですね、今まで以上に成長していくっていうことも見通せると思うんですけど、まあ、カテーテルっていう大きな市場、そして伸びるのがほぼほぼ確実な市場では5位っていうことですよね。なのでちょっと今後同じだけの割合で成長していくかどうかっていうのが正直見通せないと。なので今後世界4強に対して勝てる明確な強みが見えないので、今後も 3.5% 成長が持続するかどうかが不透明というふうに考えます。はい、よって、まあ、テルモの今後の、明確な成長性が見通せないと、まあ、PER 38倍は純粋に割高ということになるということですよね。なぜなら、まあ、理論上の時価総額っていうのは、まあ、今後のテルモが出す収益の合計を割引率マイナス成長率で割り引いて、収益合計の現在価値で出すからということですよね。で株式市場っていうのはとにかく短期だと株の需要と供給ですよね。今株をどれだけ必要、買いたいと思っている人がいるか、そしてどれだけ株を売りたいと思っている人がいるかっていう、この需給で基本的には株価っていうのは日々は決まりますし、まあ、短期だとその需要と供給で変動しますということですよね。しかし長期だとやっぱり株ってどこまで行っても企業の所有権なので、なのでまあ企業の価値イコール株価っていうふうに必ず落ち着いていくわけですよね。ってなったら、じゃあだったら最初からその企業の価値としてどれだけの価値があるんだろうっていうのを見通すというのが、まあ理論上の時価総額の算出ということになるわけですよね。まあ、そしたら、まあ、理論上の時価総額っていうのは、じゃあテルモっていう企業がこれからどれだけの収益を上げるんだろうと、でその収益の合計はどれぐらいになるんだろうと、でそれを現在の価値に換算したらいくらになるんだろうという、その収益合計の、まあ、現在価値っていうのが、まあ、いわゆる理論時価総額ということになるわけですよね。でその理論時価総額を発行済み株式総数で割れば株価になるということです。なので、まあ、今文章で説明したことを、まあ、図のイメージで表すならば、理論時価総額っていうのは、まあ、テルモが今まで収益を出すであろう、今から収益を出すであろう収益の合計ですよね。それを、まあ、今の現在の価値に換算し直して、そしてそれを表したものっていうのが収益合計の現在価値、すなわち理論上の時価総額になるということです。でこの割引く時の 割引率ですよね、っていうのは、まあ分母になるわけですけれども、その分母っていうのは割引率マイナス成長率なので、成長率がある程度確定的に見通せるんだったら、まあ、結局分母が小さくなるわけですよね。で分母が小さくなるから、結局収益合計の現在価値、すなわち理論時価総額は大きくなりますと。ただ今回の場合はテルモの場合はその成長率っていうのがはっきり言って明確に見通せないということで、まあ、割高ではないかというふうに考えているということです。はい、ということで今回のテーマ、テルモ株価予想ということで、結果としては割高4237円が3984円になっていくというふうに予想したいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、 LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。